解決するということで、実は韓国政府もずっとその時も維持してきたんだけれども、民政権になって当然、政府としていや解決するではない。これはもう、旦那さん、本当に成立しないです。そうですね。しかし、慰安婦問題も、これは過去の教訓に対して、大学的に、韓国とは、この日韓基本条約を作るんですね、1965年に、このことによって、国交正常化して、賠償権を消滅しているんですよ。その政府の経済制度が、これは50年以上経ってから、また蒸し返すということであれば、もしかしたら新しい教訓は、韓国が無国間で決めても、これは成立しないということですよ。そもそも企業は韓国に進出した 30% だ。